広島男子駅伝の順位予想3位大阪、2位岡山。優勝は？天皇杯第28回全国都道府県対抗男子駅伝競争大会、広島男子駅伝イコール日本陸連主催、中国新聞社 NHK 共催、22日、広島市中区の平和記念公園前を発着する7区間48.0キロで3年ぶりに開催される。県どころを紹介する。3年ぶりの秋道は兵庫が優勝。申し込み締め切り時に提出された各チームの区間オーダーに基づく計算では、西の駅伝王国が2013年以来6度目の頂点に立つ予想となった。一般は1万メートルの2人の合計タイムをレースでの2区間計21.5キロに換算。同様に高校生は5000メートルの3人の合計タイムを3区間計25キロに、中学生は3000メートルの2人の合計タイムを2区間計6キロに換算してフィニッシュ予想を弾き出した。兵庫は共に5000メートルの高校生出場者ランキングで10位以内に入る長嶋幸太から、西脇高校、苫前田和真、報徳学園高をはじめ、ジュニア区間が充実。机上の計算では、20年の長野、2時間17分11秒。の大会記録を大幅に上回る2時間14分25秒での優勝となった。2位は2時間15分20秒の岡山。全国高校駅伝を制した倉敷高専に加え、一般も1万メートル27分台の岡本武弘、サンベルクス、らが控える。過去最高の7位だった03年以来の入賞が現実味を帯びる。予想では3位の大阪も05年以来の入賞と過去最高順位が視界に入る。地元広島は7位。都大路14位だった世羅高専の巻き返しに期待がかかる。長野は19位で、連覇には立大駅伝監督の上野雄一郎、セントポールクラブ、ラ一般区間の奮起が必要だ。ただ、予想に外れはつきもの。過去10大会で1位的中は4回で、12年と20年は予想の上位3チームが全て4位以下だった。有力選手の欠場や区間エントリーの変更も多数見込まれる。栄冠に輝くチームはどこか。結果は22日に出る。中国新聞社。22日